こんにちは、アニマルタイガです。はい、ということでですね、今回なんですけども、こちらですね、アザンティック埼玉05店の方に僕は来ております。今日はですね、こちらに来てですね、こちらにいる僕の家族の子たちですね、僕のペットの子たち、ペットの子たちにご飯をあげに来ました。まあね、今隠れてしまっているんですけども、レオくん、リッキーがこちらにいて、そのね、下、あっちの横にはハマちゃんと、そして奥にはダンちゃんがいますね。そしてね、ちょっとチラ見せすると、今こんな感じで、整体の方もちょっとだけ見せましたけどね、入ってきておりまして、今月のですね、7日にホームページの方もですね、アザンティックのホームページの方も皆様に見ていただけるようにリリースできますので、そちらの方でですね、入荷整体の方をですね、バンバンアップしていきたいなと思ってるんですけども、今日はですね、うちの子たちにご飯をあげに来ました。今ね、ボールパイソンたちにはこう餌あげてるんですけど、姫ちゃんもマル君もですね、今なんと、7ヶ月何も食べてません。2匹ともね、7ヶ月何も食べてなくて、僕はカツラットをね、餌であげてたんですけど、この子たちね、姫ちゃんもマル君もカツラットをあげてたんですけど、それをもうずーっとね、食べなくなって、まあ知り合いのね、ヘビ詳しい方に相談したところ、マウスの L、マウスリタイアマウスをこう上げると、食べてくれるんじゃないかっていうことでね、提案いただいたんですけども、それをねちょっと上げてもね、全然ね、この姫ちゃんはね無反応なんですよね。で、さっきマル君にもね、同様にマウス上げたんですけど、全く無反応なんでですかね。ちょっとね、ボールパイソンの、その拒食ですかね、もう7ヶ月になると拒食ですね、完全に、にちょっとね悩まされております。まあ僕聞いたことあるのでは、最長1年ぐらい、食べなかった子もね実際いるみたいなので、まだちょっと気長に待とうかなと思います。食べるのは生態の方ね見ても全然ね、痩せてきてるっていうことは全くないので、その辺健康状態には問題ないのかなと思ってます。ちょっとハエじゃない蚊がね飛んで、さっき刺されちゃった。こっちにいるマル君に関してもね、ちょっとビビっちゃった。全然痩せてきてる感じはないんで、どうなんだろうな。かつ次だからやるとしたら、カツマウスを見せようかなと思いますね。カツラットダメで、レッドマウスダメで、カツマウスかに次ちょっと挑戦したいと思います。今日もまた食べなさそうでしたね。この子たちはね、入荷整体で一回紹介しましたけど、可愛いですよ。めっちゃ可愛い。ナイルモニターさん、おーい。先ほどね、この子たちにはご飯をあげました。あ、来た。はいよ、眠いね。元気にしております。そしたらね、サバンナモニターのハマちゃんとダンちゃんはこっちのね、鶏肉をあげようと思って、で、レオくんリッキーはこっち持ってきたね、豚肉をあげます。見てください、このね、でかいハマちゃん、めちゃめちゃなんかね、成長してて、こっちにね連れてきてから急に大きくなった気がしますね。ご飯持ってきたからね、ハマちゃん食べますか。食べるね、ほれ。ハマちゃんってほんと食べるのねゆっくりしてるんですよ。おっとりハマちゃんな、あたっ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 て、おー、ほんとでももらうときはね、めちゃめちゃゆっくりなんですよ、ハマちゃん。あれ、しっかり飲み込んでんの。へへへ、
食べて、上手に食べて、上手にね、上手に上手に食べてください。頑張れ頑張れ浜ちゃん。結構ほんとどんくさいですよね、あんだけね虫食べるのは上手なのにね。浜ちゃん頑張れ。よいしょよいしょ、おしよ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 し、浜や大きくなってね、それ食べてね、またねぐんぐんとぐんぐんぐんと大きくなりますよ浜ちゃん。はい、ごちそうさま、いい子ですね。そしたらさっきからですね、ガサガサうるさいこちらですね、なんちゃん、なんちゃんお待たせ、なんちゃんすごいな、なんちゃんはもう飛びついてきますけど、よいしょ。うえうえうえ、はい、つま引き、つま引き、よいしょ、はい、食べて、おぉ。かわいいね、食べ方がほんと、ダンちゃんの食べ方がなんかかわいいよね、一生懸命食べてますっていう感じ。ブレブレブレ、もう一個もう一個あるよ、ダンちゃん食え、よいしょ、おぉ。すごい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 、あーすごい、あー食べましたね。あ、ダンちゃん最後、はい、かわいい、はい、じゃあダンちゃんごちそうさまです、今日もたくさん食べれましたね。そしたら続いてはこちらの豚肉さんを、リッキー、リッキー、リッキーご飯、リキご飯ね、よし、はいはいはい、そんなね怒りながら食べなくていいからね、うん。そんなぶち切れなくていいんだよ、これよいしょ、怒るのかね、食べるのかね、どっちかにすんの、リッキー、そう、食べればいいね、食べれればいいね。かわいいでしょ。どっちかにしてよね、かわいい、必死ですね、獲物を捕らえるのに必死なんですよこの子たちは、すごい尻尾動かしてる、はい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 、頑張れ、はい頑張れ、はい上手、食べてくれましたね。そしたらはい、最後ちょっとだけだけど、お、危ないぞ、危ないんだよねこれ、本当にね飛んでくるからね、手に、あーしゃしゃしゃ、オッケーオッケーオッケーです、はい、レッキーごちそうさま。そしたら最後はレオナルド、レオくんそこにいたか、案外近くにいた、ごめん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 、待って待って待って、はい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 、マジで危ない。一人でね撮影しながらこれやるもんじゃないっすよ普通。どっちかに本当集中したいよ、あげるならあげるでさ、よいしょ、手元があんま見えてないからな、よし、レオくんのねお顔の横はね
青色が入っててめちゃめちゃ綺麗なんですよね。りゃくん、もういいの？りゃくんどう？よし、まあ、食べてくれればいいですよ。無事ね、食べてくれれば。もう一個ちょっとここもう置いときます。危ないので、これがラストですね。しっかりお店でもね、元気に暮らしてますからね。もう先駆けてね、これこの子たちはあれですね、やりたい人がいたらですけど、餌あげとかも全然できますのでね、立候補者いたら。ああ、美味しそうに食べて、肉食ってんのうまそうだな、ほんと。これヒレ肉ですね。ヒレ肉をあげてます。豚のヒレ肉。ちょっとね、餌モードなので、これ食べ終わったら危ないので、もう先にね、こうやってね、閉めとくんですよこの状態で先に閉めときます。はい、じゃあね、頑張って食べてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。こちらにいるね、僕の、家族の子たちに、ご飯をですね、あげてみました。もうこっちでもね、みんな元気に暮らしてくれているのでよかったですね。まあ皆さんもね、ここにいる、僕のペットたちの子たちにもですね、ぜひ会いに来てください。みんなね、ほんと個性があって可愛いのでよろしくお願いします。ということで、今回の動画はこれで終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。